ディスクロニア、クロノスオルテネイト、エピソード2。いやあ、佐々木健介だよー。とうとうこの時がやってまいりました。エピソード2、解禁日でーす。今、俺が収録しているのは、12月9日発売日の朝9時頃です。発売されて、もう6時間が経っているので、もしかしたら、徹夜してやっている人は、結構進んでいる人もいるかもしれません。でも俺は今からやっていきたいと思います。今回のエピソード2ね、なんか、ない、PV とか見る感じだとさ、前、エピソード1の時にも出てきたアイデが結構キーパーソンになるんじゃないかなと思っております。それと、春の過去が深掘りされていくんじゃないかなっていう、という展開を予想しております。すごい楽しみです。やっていくわ。エピソード2を始める。始めていきましょう。これまでの進行を引き継いで4日目を開始します。もちろん。いくぜ。ああ、こっからな。完全にエピソード1のラストじゃ。どこに行ってたんだよ。姉さんが。うん、こんな状態で終わったんよ。この絶望からね。だから今回もここからスタートするって感じで。わからないよな、どんな展開になるのか。で、確かさ、アイヤが死んだ。ダメだ。こんなの。ああ。もう一度時間を戻さなきゃ。エピソード1の最後でもこういうセリフを発してから終わったよな。あの場所に行って過去に戻ることができれば。この辺は予想通りか。戻ってからの話っていう感じのなるんじゃないかなって思っとったわけに。で、あの空間来るんか。来たー。でも色味が変わってんだよな。なんか色味が変わってんだよ。うん、おらんな。なんかすごい色味が変わっとるって。あ、たどり着いただけでなんか始まるぞ。うわー、なんかこの場所もアップデートされとるって。この空間は、なんか新しい空間来たぞお前。なんか色味が鮮やかな北極みたいな感じになってますけど、なんこれ。装置に触れたら光に包まれて、うん、何このエリア。うお、女神出てきそう。あの光、女神出てきそう。ここに斧投げ込んだら、なんかあなたが落としたのはこのなんとかの斧ですかみたいな感じになりそうな。なんか出てくるの。え、中入るの、もしかして俺。入るんじゃ。あ、出てくるんじゃなくて入るんだね。うん？これいつの話じゃ。これは3日前の出来事か。あ、3日前だ。あれ、春こんな服装だったんじゃ。何この真っ白な服装。なんか客観的に見えよる感じになってるね。やんよったな、懐かしいといえば懐かしい。9月発売のこのシーン、3ヶ月前か、約。え、何？またあの光だ。追ってみよう。分岐点を表したのかこれ、なんか。何あれ、何あれ。何が見えるんだろう。ラムファード博士が死んだ。これが全ての始まりだったね。え、僕は監察官になって、なんで殺されたんだろうね、結局のところ。任された。もしかしてこれは過去の記憶が映り込んでるのか。そうね。ちょっとエピソード1のなんかおさらいみたいのさせられる感じやな。記憶の断片が降り積もっている場所みたいだ。ああ、記憶の断片ね。なんかすごい鮮やかなんよな。うわー、まだなんかある。まだなんか出てくる。あれも記憶の断片か。
どれ。ああ、3日目やな。これこの日ケースさんに会って3日目や。博士の家で2日目か。室を見つけた局長の部屋。どうして地下に行った時のやつじゃ。あーあったね、あったね、あったね。お腹に逃げていた人。あったね、なんかエピソード1クリアしたんがちょっと前やけんさ、この今やいよるエピソード2プレイしてる時間帯よりちょっと前やけんさ、結構おさらいみたいな感じになってますね。さあ次、時系列的に行くならこれは審問会の話でもするんかな。ちょっとおさらいパートみたいなのが始まってますよこれ今のところ。事件の、あ、やっぱ審問会だ。3日目の夜、4日目はね、公開審問でシステリアを告発。うん、この時はシステリアの中にマイヤがいると知らなかったか。誰が予想できたか。そんな、これさ、事前にシステリアの中にいるのはマイヤみたいな説唱えた人おる？いねえよな。なんか東京リベンジャーズみたいになるけど。このまま時間が進んだらマイヤは死んでしまう。ああ、てか撃ち殺されてしまう。それを止めるためにハルはここにいる。でも大丈夫かね。どう簡単に未来変えれるかね。これは、ああ、あの時の話か。撃ち殺される直前ぐらいじゃ。ああ、こう集まってきたんよな。マイヤ、ああこんな感じね。しかもさ、アッシュ戦だったもんな、撃ったんが。立場としてはおかしくないんやけど、そばにアイリがおったっていうんか、すごい不気味に。で、ここに至る。ハル、姉さんを助けて。当たり前だ。おー、アッシュ戦。どうしたんだ、いきなり。いや、アシュゼン、ちょっと、あ、おった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 。マイヤ、なんでこんなことに。いやー、それさ、アシュゼンは何も知らんけんこんなこと言おうけどさ、手下してしまったのはあんたなんだよ。なこと言えねえけど。まだできることはある。あの装置を使わなくても、アッシュの過去に入れば。あ、マイヤの死を変えられるかもしれない。これ PV のシーンじゃ。エピソード2の PV のシーンでさ、こうハルがこう手、この指輪に手を伸ばすシーンがあったな。このシーンか。これこれこれ。はい。左手じゃないとあかんね。レッツゴー。なんで俺右手で出したん。でも力は左手じゃないと起きませんよ。あ、なんだ。え、まず心部屋なに。あー、ホテルじゃ。いや、あえてホテルに泊まっとったんじゃ。普通にあったな、なんか。ケース遠ざきとさ、もう一つなんか触れられるドアがもう一つあったけどさ、そのドアアイリーのドアだったのかな、もしかして。地下のデータが丸ごと消えたって聞いたときは焦ったけどな。やっぱりやりとりしょったんやもんな。まあそれはエピソード1の実況の時でもさ、紹介した通りなんですけど。君がくれたあの人形の調整データが役に立ったよ。ありがとう、アイリー。やりとりしとるやん、お前。えらい仲良さそうに話しとるやん、お前ら。別に、あんたのためじゃない。私は一刻も早くあの人形を捕まえてもらいたいだけ。なるほど。でもこの部屋なんだ、いろいろ物置いとんな。え、ホテルってもともとこういうディスプレイがついとるようなもんなん。なんか上に、あ、ちょっと待って、気になるもんある。おい、そこのタブレット、右の方のタブレットになんか気になるもんあるぞ、お前。おい。
これ前夜祭の公式配信で見せたさ14キーアイテムって言おった鍵やん。お前おい見逃さんぞ俺は。おいおいおい、あれの存在をもう少し早く教えろよお前。アッシュと片方持ってるぞ俺。いつから繋がっていたんだ。持っとったのをさ返してって言って取られたんだったっけ。その辺の記憶ごっちゃになってる。もしかしてシステリアのデータを僕のデスクに置いたのはアッシュ。そうだったな、そんなこともあったな。あの人形は何なんだ。君はどうしてあの人形のデータを持っていたんだ。あれはこの都市の機密だろ。俺たち監察官にも知らされていなかったってのに。というのはアイリーがその12年前の研究員の一人っていうというデータがエピソード1のうちにあったんよな。だからそのデータを持っとること自体はおかしくないんよ実は。アシュ戦は知らんだけで。あんなものいつ手に入れた。でもそれを言うたらさ、この人の歳とか考えたら若すぎるだろってなるけんさ、この人が過去から来たって言わんかったらさ、ちょっとつじつまが合うところがある。もしくはコードスリープで歳はそのままになっていく。何も聞かずに協力したので、可能性もなくはないか。これくらい聞いてもいいだろう。ずっと持ってる。ここに来る前12年前から、ね、あ、これはタイムスリップパターンかな。タイムリープパターンのやつかな。これはあの人形システリアは私と博士の研究成果だから。システリアは12年前の時計塔の事故を引き起こした変異体のクローン。ああ、当時はオリジナルと人格層を通してリンクしていた。オリジナル？とても危険な存在なんだよ。うん、あの人形が博士を殺した理由は何だったんだ。そこ気になるな。わからない。わからんのかい。けど多分博士からこれの片割れを奪おうとしたんだと思う。ああ、出た出た、あそこにあるやつの片割れ。それは黒がまだ出てきないよな。黒の方がもしシステリアを見つけたら首の制御装置を狙って撃ちなさい。もしあの人形が博士からこれを奪って持ち去っているなら一刻も早く取り返さないと。12年前の二の舞になるよ。12年前がどうなったかもわからんけどさ、とにかく大変なことが起こるんやな。12年前か。アシュ戦はその頃何歳だったんだろうな。アイリー、君はやっぱり。なんだい。お、なんだい。そこにいるのはハルか。あ、この流れでこうあのシーンに繋がってきとんやな。どこにおる。どうてわからん。名誉すぎませんか、主戦。どこ。どこ。見え。お前ら目いいな。俺も視力検査でいつも 1.5 出ようはずなのにな。アッシュが銃を構えた瞬間に行動に干渉すれば。そうだった、そうだった。結構長いことく過去見よんな。これこれか。どうすればいいんこれ。撃っちゃったか。ハル、大丈夫か。撃ったじゃないか。操作の仕方はあるだけ撃ってもらったじゃないか。今すぐ帰ってきて。待って。撃ってもうたでないか。その方法じゃんけ。どうすればよかったん。いきなりどうしたって言うんだよ。どうすればよかったんこれ。これじゃダメだ。間違ったわ。足の行動を変えないと。じゃあ銃向けたタイミングで、どうすればいいんだろう。あ、待っとけばよかったんじゃ。ハルの様子がおかしい。あ、気づいてくれたんじゃ。あいつも人形を見つけて追っていたわけじゃないのか。話を聞いた方がいいか。お、冷静になってくれた。
ちに来て。お？あ、これも PV にあったシーンか。飛び込むか？飛び込むのか？うわあ！あんたを引っ込んでなさい。なんかすごいことになってる。すごいことになってる。爆撃起きてるって。いや、春だけドボンしたよ。どうなったこれで現実世界は。戻ってきた。戻ってきたっていうか、こっちの世界か。あ、さか女の子がおらんかったっていうのはこの子がマイヤーやけんかな。どうか現実世界のマイヤーが死んだけん、こっちの世界のマイヤーもおらんかったみたいな感じだったんかな。だからここに来てようやく出てきた感じか。また時間に干渉したの。どうして？だって君が死んでほしくないからだよ。せっかく未来が変わったのに。ん？あれが変わった後だって言いたいんか。あれでよかったと言い方がけど。未来が変わった。システリアが死んだことで。そう。あの先の未来では都市の崩壊は起こらなかったかも。え、それってあれか、都市の崩壊の一因ってシステリアにあるみたいな感じになったんで。もしそうだとしてもマイヤが死んだら意味がないんだ。うん、なんか世界の崩壊か一人の女の子の死か、どっちからを選べみたいな感じになってるけど、どっちも救いたいってことよ。君はマイヤと関係があるんだね。あ、マイヤ自身じゃないの？どうしてずっとここにいるの？私は気づいたらここにいたの。あの人と大切な約束をした。え、マイヤ本人じゃないの？思い出せるの、それだけ。ああ、この子もう記憶がないんじゃ。気をつけて。あなたの干渉で未来が変わってしまってる。まあ、買いに行ってますからね。で、4日目の扉が開く。4日目の扉が開く。やろうと思えばこっから3日目とかにはいけんのかな。なんかまあモノクロになったわけん。これはさすがにエピソード1内容やけん。お、なんこれ分岐しとるな。こっちがさっきのなんか撃たれたパターンの方で、こっちが撃たれなかったパターンの方ってことかな。いくか。どう、ノエル。あーい、おい、ノエルとかの話じゃなくなってるって。何やこの空間。ハルじゃねえんだよな。ハル、こっちだよ。ついてきて。なんかあんた始まったっす。置いていくよ。マイヤ。マイヤ待て。待て。置いていくよじゃない。止まれやお前。あ、勝手に動いてくれてる。あー、ステリアに変わった。このドレス姿のマイヤもちょっと眺めたかったんやけどさ。このシーン、オープニング曲のムービーにあったような抱きしめに行くようなシーン。そしてこのエリア、ここ、あの橋から落ちたところか。落ちてちょっと進んでいったところにこんなところがあるみたいな感じかな。ここ誰もいないのか。暗い。それにすごく寒い。水の中入ったけんな。おった。システリア。ミュージカルの出てき方。無事だったんだ。ミュージカルの出てき方これ。主人公の前に出てくるキーパーソンの出てき方。よかった。なんだそのクリスタルは。ぶち壊して。どこ行くん、おい、どこ行くん。一人で行くな。おい、命狙われとること気づいてないのか。お前はどこに行ったんだろう。探さないと。お前、自分が命狙われた立場ってこと分かってる。知り合いの足線にすら銃向けられてんやぞお前。ん、何これ。
システリアの痕跡も発見。わ、追いかけてきてんの。まずい、こっちに来られたら。え、開幕からステルスポート始まった。これもしかして。なんとか足止めをしないと。レバー。え、あ、押し続けなあかんのね。レバー。あ、中山筋肉のパワーみたいに言うだよ。いや、ワンチャン入ってこられるで、このスピードだったら。止まったやん、お前。追跡を開始します。アホ。ああ、何、いきなり閉じてや、お前。これでしばらく時間が稼げるはずだ。何、ちょっと今焦らせるパターンのやつ。そんなすぐ降りるんだったら早く降りて。マイアにも早く危険を知らせないと。ぶっ壊れてんの、経年劣化でぶっ壊れてんのこれ。ああ、怖。よかった、何にせよ閉じてよかった。何これ、脱ぎ捨てられたシャツ。女の子のものだったらペロペロしたいですね。何これ。あ、そうか、これ出るもんね。誰だよ、ニエル・ドルトマン。誰、研究所の職員。え、これ研究所の一部なん。これ割とすごいとこ起きてしまったんだよ俺。こっちなんか知らんけど、こっち見てみたり、こういう細かいところに何かあるかもしれないって思って見てしまうのがね、あれなんでね、ゲーマーっていう坂なんでね、こことか入れそうかもしれませんからね。ん、なんだ、何の音だ。だけはどんどん言おうけどさ、ドローンじゃないの、違うの。ここまあ、いや、進めばいいだろう。ん、あー、こっちの先じゃない。音の正体を確認しろ。ここ、もしかしてほんまにここ、この排気ダクトは外に通じてるのかな。ここだったわ。おいの感が当たってましたね。ここにいるのは私。リリー来てくれたんじゃ。リリーだ、リリー。オッケー、ちょっと待って、もっと待って、やっけ、取れた。なんかシュールやな、こんなとこからリリー出てくる、シュールやな。リリーが来たから安心なの。ちょっと汚れちゃって、リリー、後で洗ってあげるからね。リリー。どうしたの、そんな顔して。暗い場所で一人になったから怖かったの。子供じゃねえんだよ。違うよ、そんなんじゃない、僕は。強がってもリリーはお見通しなの。暗い場所が苦手なのは昔のままなのね。そうなんだ。小さい頃みたいにリリーのことキューってしてモフモフしてもいいのよ。じゃあモフらせてくれ。じゃあモフらせてくれ。ないってば。そばにいるから安心するのも。ほらほら、リリーをなでなでしないのも。ハラチョップ、ハラチョップ、ハラチョップ。素直でよろしいなの。ダクトの汚れがついているのよ。あー、え、マジで俺が拭き取るの。あんた拭き取ってやるわ。どうやって拭き取ればいいかわからんけどな。あー、自己完結するんかい。便利やのお前、自分で自分の汚れ取れるとか便利やのお前。リリーってこういう時全く話を聞いてくれないな。でもおかげで少し落ち着いた。よっしゃ、リリーと合流できたな、なんか知らんけど。あ、ドスドス言ったお前かいって話やもんな。話を聞かせろ。リリーはどうして僕がここにいることが分かったの。どうかなの。春が落ちちゃった後、リリーも後を追いかけたのよ。そしたら、ここに入っていくのが見えたから。春たちが小さい頃にかくれんぼに使ってた。ん？排気ダクトから入ってきたなの。え、かくれんぼに使ってたんか、こんなところ。まあ当時は研究所として機能しとったんかな。小さい頃かくれんぼに使ってた。リリーはここがどこか知ってるの。なの。でも研究所っぽいよな、これ。研究所の地下にある閉鎖された実験区画なの。わ、えらい重要なところ来てる。過去の実験使われてた場所って、
えらい重要なことが来ている。閉鎖されたってことは何かあったってことやし。閉鎖された実験区画。そんなもん真下にあったん。そんな真上の上で俺生活してたら怖っ。割と怖いこと言ってる。拡張部の機能拡張実験がされた場所なのよ。春とマイヤが2人で参加してた。覚えてるの？いやこれさ、これマイディアレストやけんさ、大丈夫やけどさ、もしこのゲーム作ってたのカプコンだったらさ、ネメシス追いかけてくる。少しストーとか言いながら叫びながらさ、ネメシス追いかけてくるやつ。こんなに荒れた場所じゃなかったような気がするけど。まあ。3年前の実験の時、実験室で大爆発が起きて。な、3年前がトリガーなんやな。そうか。この辺りの粒子汚染は危険だから、ずっと閉鎖されてるの。普通の人たちは近づけないのよ。ああ。ここなら落ち着いてゆっくりできるの。なるほど。春だからこそここに降りるような感じだったんじゃ。春、顔色が良くないなの。少し眠った方がいいと思うなの。そんな余裕ありますか？平気だよ。眠ってなんかいられない。マイヤが一人で奥に行ってしまったみたいなんだ。なんだか少し様子が変だった。追いかけよう、リリー。というわけでリリーがついてくるようになりました。来てちょう。よし、行くぞ。研究室すごいな。ただこれも粒子で、粒子の塊みたいなもんなんかな、この結晶も。何もしてる？ドロンじゃ。キーパーベーター。まあこれはドローン。まあよく見かけるようなやつが、こんな感じで壊れてるみたいな感じで思っとけばええんか。向こうは行き止まりやけど、なんか細かいところになんかあるかもしれんけど、ちょっと調べてみよう。なんか音聞こえるな。気のせいか。向こうから水音がする。水の音がする。じゃあこっちか。とりあえず入った。マイヤどこ行ったかな。あんま遠く行かないでほしいな。じゃあここは研究所の実験室なの。実験室か。春たちもちっちゃい頃は博士と一緒によく来てたのよ。こんなところにか。まあ確かになんか機械、中に何か入れてやるような機械かな。あるもんな。実験もここでされたのの。おお、じゃあこれに協力しようったってことかな、春たちが。マイヤはどこだろう。こんな奥深くまで行くあたり、なんかマイヤなんかしとんかな。わざわざこの深くにまで行っきょるような感じになったんだよ。結構いろんなものがこう置いてあるわけで、機械が。あ、ちょっと待って、なんかある。あ、何やってんの、マイヤ。お前、何やってんの、これ、これ、お前。何寝てんだ、お前は、のんきで、お前。眠り姫、またやいよんでねえか、お前。何これ。ああ。なんで見た目変わったん。戻った。マイヤ。立ち振る舞いはマイヤそのものっていうのを言いたいんかな。よかった。ちゃんと呼吸をしてる。うん。怪我もなさそうなの。マイヤ、起きて。なんで寝てんだよお前。何か手に握ってるみたいなの。確かに。なんか輪っか？リング。何これ、ブレスレット、変異体管理ブレスレット。変異体の体調を管理するための0407、何の番号だろう。パスワードとか出てくるんかな。どうで、あ、とりあえずあれやな、過去に潜れってことだろこれ。
実験しよる。この場所で、まさにこの場所で。この先私に何かあった場合、この計画の実行は委ねる。誰から話してる。しかも都合悪く誰かがわからんような位置、その奥が気になる。覚えておきなさい。はい。あの鐘の鳴る音が融合実験が再開した合図だ。ん？鐘が鳴ると同時に融合実験、カイロス適合者は夢にとらわれて、拡張夢が徐々に現実を侵食していく。これは9年前に始まった実験の続きなんだ。いいかい、あの時計が動き始めたら誰よりも先に鍵を手に入れて塔の最上階に向かうんだ。最上階にある機構を制御するにはあの鍵、これが必要になる。え、じゃあこれ話してる相手アイリーちゃん、だからこれシステリアが持ってる鍵を取り戻すみたいな、ための鍵、そのための鍵だったんやな。アルバートの言いつけを守ってアイリーが鍵の回収に向かうお金なんかな。君、まさに生きてくれ。ああ、捕らえた。あの男といい油断も隙もないんだから。どうしてあの人が研究員だからだよ。それは過去の研究員だからだよ。あの人が持っていたものに似てる。うん、もう一本あるってことよな。つまり一つは私が持っている。はい。もう片方は今この都市にはない。ん？ってことはアルバートが持っとったんが白い方で、黒い方は誰か、また別の誰かが持っとんか。だが時が来れば戻ってくるはずだ。あれ、ケース遠ざきか。もしかしてこの黒い鍵持っとんケース遠ざきだったりせえへんか。それだったらアルバートのところにさ訪問しに来たっていうことだ。ついつまはうんちゃん、今はここの都市にはない、でも時が来れば戻ってくる、会いに来るみたいな感じじゃない。え、そういうこと、もしかしてケース遠ざき持ってんのかな。鐘の音とともにシステリアが目覚めて計画を助けてくれる。そのように指令を出しておく。問題はマイヤだ。あの子の力は厄介だ。ん？もしもあの子が未来を知れば確実にこの計画の障害となる。うん。すべてを話してもあの子は納得しない。家族を危険にさらすような計画をあの子が黙って見過ごすなど。ほう。だからああいう世界に、そうだな、ハローを誘って時を変えるチャンスってのを作ろうとしよったんじゃ。あの子には眠ってもらおう。全てが終わる。で3年前に眠らされて今に至るみたいな感じになっとるん。お前のせいかい。お前が意図的にやったんかい。実験の影響で結果的になってしまったんじゃなくてお前がやったんかい。それ大重要やん。ラムファード博士、こちらに来てもらえませんか。助手の人、拡張も少し異常が。すぐに行く。マジかだ。マイヤが眠ったのは事故の結果とかじゃなくてアルバートが意図的に引き起こしたってことか。ここで待っていなさい。ショック、そんな聞かされたらショック。マジかよ、みんなマジかよだよ。あ、起きた。マイヤ、私、眠ってたの。ごめんなさい、目を開けていられなくて。システリアにも、こういう、大丈夫なの？疲労という概念はあるらしい。あんな高い場所から落ちたんだ。少し休んだ方がいい。私は平気だよ、春の方こそ。もう私をかばったりしないで。ん？どうしてあんなことを。撃たれていたかもしれないのに。だからかぶったんでしょうが。だってあのままじゃ君が死んでしまうから変えなくちゃいけないと思って。
必死だったんだ。未来が見えるようになったの？違う、未来が見えるんじゃない、過去を変えてしまっているみたいなんだ。そうなんだよ、君の力とは対極にあるんだ。過去を変えている？博士が死んでしまった日から何度も時間を繰り返してるんだ。何回殺されたことでしょうか。マイヤ、あの朝何があった？君は博士を殺した犯人を見ていないの？博士を殺した犯人はシステリア自身やけん。管理局から君を射殺する許可が降りてしまったんだ。監察官に見つかったら君はその場で撃たれてしまう。うん、そうなる前に僕たちで真相を突き止めないと。まあ謎が多いからな。そうしないとこのままじゃ君がずっと追われることになる。あの朝のことなんて話せることはほとんどないの。そうなんじゃ。私が目覚めた時博士は目の前で死んでいた。言おったな、そういえばそんなこと。だからそれ前の記憶なんかないんよな。別の人格が博士を殺した感じになってるんよな。私が博士を刺してしまったのかもしれない。そう思ったら怖くなって。うん、今もそうかもしれないって本当は思ってる。あーでもさ、博士に対抗してっていう考えだったらあながちおかしく言う話ではないんよな。マイエは納得しない、納得しないでさ、博士、それでも博士が進み続けるなら私はそうするしかないみたいな展開で。博士を刺した時の感触が手に残ってる気がするの。いや、やっぱりおかしい。その瞬間の記憶がないなら犯人は別にいるはずだ。別人格が。でも知ってるような体の中に、私以外に博士を殺すことは不可能だった。どうなんだろう、システリアの体の中にもう一つ人格があったりするんかな。それはその通りだ。僕が証明したことだ。あ、 QED しちゃったからね。僕が QED 証明終了しちゃったからね。博士が殺された。 100% 出ちゃったからね。殺害現場のラボは閉ざされていた。内側に犯人がいなければおかしい。そしてラボの内側にいたのは博士とシステリアだ。問題はさ、システリアの内側にさらに誰かがおるかもしれないというところ。私、自分のことはもういいの。ただ、博士の考えを知りたい。3年前のあの実験の少し前から、博士は様子がすごく変だった。覚えてるでしょ？覚えてません。ハル？覚えてないんです。ごめん。よくわからない。僕は3年前の実験より前のことほとんど思い出せないんだ。これも実験の影響なんよな。あの頃のこと何も覚えていないの？そうなんだ。それなのに私のこと分かってくれたんだね。過去見たからな。マイヤと話してるあの時の過去を見たからな、ホワイト序盤の方で。どうしてだろう。自分でも不思議だけど、最近少しずつ思い出してきて。マイヤ、僕は管理局に戻らなきゃ。この都市で起こっている事件を放ってはおけない。そうね。あの塔がおかしくなる前に、博士が言っていた鍵を探し出さないと。うん、黒い鍵な。あと数日で大変なことになる。君に似た子が夢で見せてくれたんだ。私に似た子？ハル、マイヤは疲れてるなの。うん、ハルもでしょ。二人とも少しお休みしないと。そうやな、話からしたらここに普通の人が入ってこれんって考えれば割と安全なんかもしれんけんな。今はここでゆっくり休めるかもしれんし。無理したら目なのよ。そうだね。私は大丈夫だよ、リリー。ああ、この笑い方。心配しないで。やっぱシステリアの中に入ってるのはマイヤだっていうことがちょっと感じられる、この笑顔。言う通りだよ。
じっとしてたらどんどん状況は悪くなるかもしれない。3人で外に出る方法を探そう。よっしゃ。こっからの展開やな。どうなるんだろう。というわけで俺は一旦帰るってことがいいんだろうな。この扉反応がないな。あれ、この先にモニタールームがあって、この区画の警戒レベルを下げられるはずなんだけど。あーマジか、ここでステルスパート来るかな。どこかにあるはずなの。この辺りを見てみよう。よっしゃ。なんか向こうに扉ある？違うかな。何かあるのよ。あ、やっぱある。なんこれなんこれなんこれ、なんか光っとんなと思っとったけどさ。このタグは、それは研究所の人たちが使ってたセキュリティタグだよ。ああ、ここのセキュリティは生体認証になってないの。研究所の人たちは実験中は防護服を着ているからかな。ああ触れないのね。防護服を着たままだと認証できないからなのよ。はいはいはい。誰かの記憶を見ることができそうだ。いいね。誰だろう。結構重要な人物できたらえーってなるわ。電力の供給は安定しているな。普通の研究に出てきたわ。カバーを閉じておくか。あれなんか異常検知。ラムファード博士。何？なんすか。なんかこれ、あー一体何が起こっているんだ。局長、あなたもおったか。直ちにリンクの強制リリースを。これ以上続けるとあの子たちは戻ってこられなくなる。あ、入っとるなよみたいな。確かに。まあいいやか。コーディア観察官の指摘は正確です。そこをした場合、被験者の脳に致命的な損傷が生じる確率は70%以上。よかんで、よくないだ。そんな被験者の安全性は問わない。解いてや、そこ解いてよ。アルバート、このまま続けなさい。何言ってんのよあんた。直ちに退避を。緊急区画閉鎖を実施します。それが結果であんなドーンってなったの。何やってんのよお前はんは。おしゃれにならんこと起きてますけど。大爆発起きとんじゃないかお前。しゃれにならんこと起きとんじゃないかお前。このタグはあの人が手に持って持っていけんのこれ。ディーンはちゃんと名前ついとるっていうね。あ、持っていけるで。やっぱこれなんかさっき同じようなあの機械があったけんさ、それになんかはめ込めもなんか起動できそうやな。さっき過去を変えているって言ってたよね。うん、言ったよ。僕が過去を変えられるんだよ。昔からね、春は壊れたものを元に戻したりしてくれたんだ。え？でも少しの干渉はできてもやり直すことはできないって。バイバイできてるね。死んで時間を戻るのは僕がもともと持っていた能力じゃないってことか。何ねそれ、何それ何それ。なんか別の誰かの能力がそれが宿っとんじゃ。まさかお母さんの能力。お母さんも変異体だったとしたらありえるな。やっぱり夢で会うあの子が何か関係してるのか。あの子かな、どうなんだろう。マイヤの関係も。やばい、わからないことだ。あの女の子がさ、実は春のお母さんとか言い出したらさ、めっちゃ怖いわ。震撼するわお前。まあ考察してもさ、しきれんぐらいいろいろなパターン考えられてしまうね。怖いね。なんでここのコインについてる。あ、
この機械か。これがさっき夢の中で見た差し込みよった機械か。この装置は何だろう。多分電気に関係する装置なの。壊れちゃってるみたいだけど。なんか結晶ドボーって出てきてますけどね。電気が通っていないからいろいろ動いていないけど、これを動かすことができれば先に進めるかもしれないな。よっしゃ。ハル、ちょっと見てて。どうした？え？何その能力？結晶が砕けて消えたのだ。この体、粒子に直接影響を与えることができるみたいなの。何か役に立てるかな。うん、これで装置にアクセスできる。ナイス。何そのシステムの体の能力。じゃあ行くか。メニューを開いてこれやね。よし、なんか来た。これで電力が復旧するかな。そのはずなのよ。壊れてなくてよかったなのね。これでモニタールームに行けるね。これで行けるかな。行けるんじゃ。モニタールーム、モニタールーム帰りましょう。こっちやな。つまりこっちまで開かなかったのみたいなこと言おうとかやる。開かなかったのって。違うのか。あ、なんか押さんかったらあかんのかい。これボタンだったんじゃ。なんか起動してる。あ、ついてるね。いけるな、これだ。モニタールームの明かりがついたのよ。これでモニタールームに。なんだ？いや、やっぱそうなりますよね。何の音？起動させればそこ怪しいってなるよね。セキュリティレベル3。これはまずいな。あ、集まってきた。セキュリティネットワーク。いや、この鍵の持ち主レベル1だったわ。何？リリー、頭がクルクルするなの。ハッキングサイドル。ここのセキュリティの影響を受けてしまっているのかも。リリー、僕の背中に捕まってて。リリーのサポートは受けられないらしい。メガ大丈夫かよ、お前。ハル、どうしよう。ここに留まっていても仕方ない。モニタールームに行けばこの区画のセキュリティレベルを下げられる。あ、スニーキングか。向こうに行く方法がないか、この辺りを調べてみよう。よっしゃ。